したやつと開幕。はい、お願いしよろしくおま願いしーます。す。目標。目標を確認していきロまマッす。プか。応急キット、応急5回。まず、マイクラと一緒で木と石をね、集めます。すいません、石もらっていいですか。燃料でーす。用意ときます。1個もらってもいいですかね。燃料燃料で了す。解。ありがあ、といいですか。ありがとうございます。燃料了解でーす。了解です。石と木を1個ずつくれ。あ、木あげます、1個。ありがとう。しゃこれでべりセン取りターま立ちすまよ。すね。石が欲しい。石、石。1個もらっていいですか、石、これ。持ってて、いいよ。ありがとうございます。さてさて左下、3人小屋。3人で、小こ屋、れは3あ、人はい。小鎌をね、作ります。うえい。3人小屋、こっちでーす。はーい。はい、はーい。下？ここ。あ、ここ2人小屋が。あ、こっちこっちこっちか。あ、こっちこっちこっち。レイリエさん、こっ左上。ち。あ。こっちこっち。ムシムシ。すいません、クマが。あ、よいしょ。で、鎌とか作ると切るのが早くなります。燃料2。1ですね。ベリー集めるか。ベリーベリー。開けよおう。人数足りナイまス。す？オーケー、作ろう。今4持ってます、燃料。2持ってま了解す。でーす。肉は持ってった方がいいですね。貴重な食料なんで。パイです。作りましょう、パイ。生肉、あれだったら。足りたらパイうお。作ってますよ。僕、ベリー取ってきますね。ベリー1個持ってますけど、はい。肉渡しましょうか。あ、作りましょう。じゃあ、パイ1個作った方が絶対いいっすよ。じゃあ、ベリー置きました。道具箱のなるほ前ど。に。おーい。これ、肉。リク肉ライ3ムつあさん。りまはす。い、これ。ベリー置いてきました。まあ、後でいいと思いますけどね、ホットパイ。そうです。とりあえず作っあ、て後かでらし作まりすます。か、燃燃料料。5。燃料7。足りる多分、これ。もう行きます？足りそうです。足りるよ。持ってる人行きます行こう。か。お願いします。おら、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 よーし。ベリー大事だからね。どうしようかな。燃料は足りてるんでしょ？あ、いらない確認。燃料足りました？僕今燃料作ってるから、ちょっと待って止まって。ああ、出れないんやけど。ベルリ出さンのないんだ壁やけねえ、ど。これ。あ、今から入れに行きますこれ2よ。人今置かかられ入たれらに行きもうま殺す。されるやん。1個っすね。だったらもう取って取ってんじゃない？もう絶望的ねえぜ。ミヤカさん終わったよ。僕、1こ個れ終わ持っっとてるきやん、た俺らから、は。これで足りるかな？あとなんかは1い。個。あ、お願いします。あ、1個入れてもらって、先。はい、じゃあ、1封個1鎖、個1封個1個。鎖、封鎖、封1鎖。個しかない、1個しかないよ。1個しかないよ。ミヤカさんがあと全部持ってると思うよ。もう1個？あ、オッケナイー。ス。オッあ、ナイス。ケー。これ怖で、さっきのベルリンの壁。ベリーパッドを確ベ認ルリンしのてみま壁しょね。う。で、こうやって今発電機をいや、つあけれたん有効で、だよね。ヘリパッドをそうだ次ね。探します。あ、僕、SW、ちょっ SW。と一人でで行ってした。くるから、インスト見てもらっていいですか？あれだったら。僕、帰ってこなかったら黒でいいんで。はーい。セルフィーがじゃあ、SW 見に行くはい。から、インストちょっと見てきてもらっていいですか？先端様子矯見てきま正す、といいりあ行きます。リーディアさん一緒に行きえず。はい、まおしょ願いう。しはい。ます。帰ってこ一なかっ緒に行きたまらし僕、ょう。黒で大丈夫です。ちょっと行ってきますね。ディクライムさんでいいですいらっか？しゃ名ー前。い。はい。い。あ、D クライムで。ディクライムさん、一緒に行きましょう。はあい。と、あ、すいじません。ゃあ、肉焼いてから何でもいいんいいでですすけど。了解了解。
とりあえずポットパイ作ってるんで持ってもらってもはいいいですよ。シエラさんも行きましょう。いい一緒に行きましょう行きましょう。誰かキャンプキット持ってます？そこにあるのこれ。キャンプキット足りなそうですね。1個あった。あーまあウサギなんで行きますか。固まっていったら問題ないくない？了解です。行きます。行きましょうか。え、あの一応キャンプ1個持ってます。キャンプ持ってる。あ、了解了解。行きましょう。いいに。あった。これウサギの時間は誰が誰か分からなくなります。D クライムですね。D クライム、OK。2番目は2番目シエラです。3番目先端恐怖症。2番目先端恐怖症です。4番目レイリア。3番目になりましたレイリアです。はい。さてさてなさそう。ここ見るか。なさそうですかね。上側ないね。なさそうですね。そうっすね。戻りますか。そうですね。戻りますか。戻りますか。はい。そうっすね。あ、ちょっとラセルフィさん怖いな。ちょっとちょっと離脱したかな。僕黒でいいんでとか言ってるけど、うん、ああ1個しかやれてないんやけど、うん、ね、これで白目って言われても戻りましょうか。戻りましょう。他の二人はどっちかが黒かな。大丈夫？いますか？いる？さっきのトレーターボックス開けたかな。あ、戻りますか。右側の方から声聞こえます。はい。あ、いたいた。あ、います。いますか？あ、下の下大丈夫？戻りますよ。いや、すいません、迷子になってます。キャビン戻ろ、キャビン。そのままキャビン戻って、キャビン、はい、戻りましょうか、じゃら。はい。二人いる？二人二人いますよ。あ、いる。はい、了解。お、お帰り、お帰り。あ、いたいたいた。いた。いた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 。ここ、ショートカー開けようか。あ、開けていきますか。はい。了解です。うん、あ、ショートする。左から。クマかな。クマか。これってマップって毎回同じなんですか？ランダム。ランダムですね。ランダムなんだ。結構種類ある。温まって飯食ったらウエスト行きますか。あ、じゃあ行きますか。あ、ね、一応 SW ちょっと見てきて、ごめん、思い流してる可能性もある。一応ね、あ、はい、この SW の方の1個目のやつは確実に見てなかったから、奥にもしかしたらあるかも。ごめん、ちょっと体温がやばくて帰ってきてね。一回俺とセルフィーさんがいたんだけど、近くでチェスト開ける音は聞こえた。箱開いてる、箱開いてる。でも誰かわかんなかった。で、E はなかったです。E もないですね。ウエスト行こうか、じゃあみんなで。うーん、ほいほい。7人います、今。セルフィーさん、なんで一人で行ったんだろうって感じですけどね。いや、俺、普通に一人で見に行って帰ってこなかったら黒でいいよって言ってるし、てか、あの、ん？ニカさんかな？で、二人で、箱開いてる音して聞こえてるから、俺白だよ。置いて聞かれたから、俺ずっとあの、肉とか取ってた。二人でいて、左下で箱開いてるんだったら俺黒じゃないし、普通に考えて。全然行きましょうか、みんなで。ウエスト行きましょう。ウエスト行きましょう。あれ、上行ったの？なんだ？すげえ二度手間だけどな。地雷仕掛けてきます。
はいはい、はい、誰か見た方がいいんじゃない、誰か地雷見た方がよくないですか、これ。ちょっと貼るの待って、貼るの待って、貼るの待って。地雷だけ誰が仕掛けるの、ちなみに。お見とこ、ちゃんと見た方がいい。D クライムね。いいよいいよ、貼って。さんね、何個貼るの、ごめん、1個しかないです。あの、あ、了解了解。C入ってたんです、勝手に使っただけです。正面、正面貼りね、正面貼り。ダブル行きますか、ウエスト行こう。はい、行ってみましょう。とりあえず今7人います。行こう。いる2、4、6、6人ですか、1人いない人っ、ね、あったじゃん、ここ電線。本当だ、はい、一気にセルフィーさん怪しくなるんだけど、これ。いやいや、普通に見逃したって。ガチガチガチ。で、体温なくて HP ミリなのに、見えなかった。今何持ってます？インベントリ見せてもらっていいですか？罠ないかも。あ、いってないし、とりあえず踏みますね。はい、確認します。踏みます。あ、俺行こうか。じゃあ、俺は黒やと思ってた。俺行った方がいいんじゃん。どう？それで。基盤12ですね。毒は仕込まれてますね。狼、狼。了解了解。倒しますかね。ナイス。ナイス。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。当たっちゃった。いたー！カスタだけじゃ男の子なら我慢しなさい。クライムさん。いたいよー！なんかやろうか。クライムさん。あ、皆さん、基盤10に確認しました。クライムさん。あ、クライムさんいらん？銃キット。基盤10にだね。あ、持ってます、持ってます。大丈夫です。あ、はい。行こう。はい、ま、基盤でしたっけ？基盤12でした、ね。はい。ここ開けようか。はい。了解っす。2人か。いや、3人か。残りチーム戻っとく？ニアカンさんが今な何してたんですか？え、俺もう一回確認してた、さっき。な、何を？基盤？基盤に。基盤に。基盤に。うーん、オッケー、戻って基盤集めとくよ。湧いてんな。そうですね、地雷とか仕掛けられそうですけど。オッケー、じゃあ行ってくる。はーい。誰か先に走ってる人いるな。セルフィーさん走ってるよね、先に行ったよね。あ、先にセルフィーさん走ってる。はあ、了解了解。一回戻りますか、ね、ここも開けてきますか。右にもう一個あるんで。開けてこ、開けてこ。オッケーオッケー。開けてこ。いや、体温大丈夫？あー、ちょっと赤い。ちょ、キャンプ、書いとくわ、ここに。はい。あ、どうも、ありがとうございます。あったけー。基盤合計3個持ってまーす。あー、基盤合計よ。これで何個ですか、合計。合計7個。6個ですか、2人で。僕3個。自分が4個持ってます。ならだね。今10個ですね。あと2個ですか、ね、おお。ああ、あと2個。作っちゃった方が早いですかね。そうっすね。もう。そっか。あの、石あったんで、あの、道中に。そうっすね。ここもあるよ。ここもあるよ。あ、じゃあここを取って、もう。あまりとかないっすかね。どっちにしても、ここ2個あったと思う。どっちにしても帰んないといけないのか。あ、あった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 。あ、じゃあもう行きますか。合計3個。6個、6個、6個、6個持ってる、6個持ってる。じゃあ行きますか。直そう、直そう。行きましょう。行きますか。上。あ、まあまあまあ、とりあえずほっとこう。あー。あー。突然か。もう開けてないじゃん。もうちゃちゃっと行きますか。そうっすね、うん、帰りに開けてあれしますか、で燃料回収しておきますか。はーい、そうね。あ、一応地雷とか気をつけてください。6個入れます。はい、6個入ってます。とじゃあ自分がよ、あと1個。あ、まじ足りない？足ります、足ります。あ、大丈夫です。
ちょい体温がやばいっす。あ、妨害はあれです、ね。キャンプ焼きと思ってないっすかね。もう多分ね。上だっけ？ないかな。燃料入ってないっすか？これでヘリパッドも直ったんで一回戻ります。ヘリパッドです、ね、燃料が1個あったんで。全然戻りますか？寒いですし。そうっすね。今体力結構やばい。ここ開けようか。これ。ああはい。はい。まだありましたっけ？ TBR といいな。ああ燃料2個。あ、じゃあいけるんじゃない？1個あるんで、じゃあ置いときますね、目の前で。あ、直しすぎたね。これいけるんちゃう？ヘリパッド見張っとこうよ。ですね、体力がもうやばいんすけど、うん、体温と食料焚き火がやばくて。どうしましょうか？あ、空腹あげましょうか？あ、もらっていいっすか？あ、あげます、あげます。お、呼んでくれたね。あ、見たぞ。見たぞ。あ、もう行っちゃった方が早いっすね。行きますか。精密機器をぶん投げて壊すその弾を見た。乗ろう乗ろう。乗りましょう。で、その体温やばい人からどうぞ。うん。乗るよ。乗っちゃっていいかな。あ、どうぞどうぞ。よし。うい。うん。あと一人誰だろうっていうか、こうなってくると、だって1対2ですもんね、残されてるの。そうっすね。でも呼んだのは間違いなくサバイバーだから。うん。ですね、発電機直してくれて。ですよ、直してくれてるから、やられてる可能性かなり高いっすよね。うん。なんかニアカンさんが多分セルフィーさん来るだと思う。そうですよね。ニアカンさんがやってくれたのかな。ニアカンさんは白目で見てる。うん。だからセルフィーさんがもう見逃したんじゃなくて嘘報告したっていうだけかな、多分。ですよ、ね。結構長時間回ってたっぽいし、あれ見逃すってなかなかないよ、多分。うん。そうっすね。これで。てかよっぽど白目取れてないと一人で見に行くんでって言って黒で追放でいいんでってなんかおかしくない？それも飽きたセルフィーさん、助けて助けて助けて、追われてる、助けて、後ろ来てる、取れた、マジ見えないよ。来てる来てる来てる、もしかしたら来るよ。乗ればいいんじゃない？じゃあセルフィーさんで最後なんで乗っちゃってください。乗っちゃってください。まあ俺は黒なんやけど、ね、いや相方がさ狼で死んじゃって NE で何もできひんか、時間間に合わんかった、ポイント箱開けてるし、一人に出演するから、もう行くんやで、行って絶対殺すから。じゃあニアカンさん助けようか。あー助けてくれ、うん、出るわ。セルフィーを殺せ。すいません、今体力やばいんでちょっとお任せします。ウェイ、無理無理無理、オッケーナイス、どう行こう、ほらどうだ、行こう、ニアカンさん行きますね、買っとこ、もう、うん、行こう行こう、これで終わりって感じですね。わかりました、流れは。発電機直してヘリパッド直して位置から呼んで最後キャビンの中でさ、セルフィーさんがお前だけは殺すって言って、なんか怖かった。よく生きてましたね。多く使って逃げた。おお、すごい。では、リリック開始かな。4人で動いてて、4人ともサバイバーだったから、あれ1対2じゃねってみんなでなって。はい。
死んでたんですね。ああ。なんかトレーターがなんかどっかで死んじゃうのって一番悲しいですよね。なんかそうだね。そこの辺なんか調整してほしいですね。GG。トレーターかなり不利ですね、このゲーム。お疲れ様でーす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 。いや、きつかった。相方、死んじゃって。いやー、どうもいい。逃げ切れてよかったわ。箱がね、開けてなかったから、発電所最終的には妨害できなくてポイントが足りないから。はい、そっか。いや、あれ、一回直した後にセルフィーさん来たから、あ、これ積んだじゃんと思ったんだけど、ポイント足りてなくてよかったです。そう、足りてたら妨害して、うん、あれやってもったら、一人削れたんだけどね。うん。いや、あれ一人だけだったから行くべきかどうか悩んだんだけど、すごい。うん。まあ、みんないないし、行くしかねえと思って。いや、ニアさんだけでも絶対水連れにしたかったな。いや、もう怖すぎだろ。だってキャビンの前でさ、遠い人は聞こえないですね。ランキライザーとか持ってたから逃げ切れないじゃん、そんな普通に考えたら。